半年で舞台が日本武道館ですからね。さあ足を取っているぞ。危ない。一瞬で決める力がある。佐々木ウルカ、いや上になってるのは早田。いや井上さん、いや飛びついた、フロントでいく。いや、こっちはいいですよ、これ。危ない、危ない。これは早田の動き、バン止まるか。いや、早田がポールしている。いや小峠選手、はい、早田は決しても一方的にやられないですね。そうですね、はい、だからウルカ選手はどこからでも決めれると思いますけど、はい、逆に言えば早田はどこからでもこうスリーカウントを狙えるっていうのはテクニックを持ってると思います。そうですよね、半年ですからね、はい、あ、タックル。ここはテイクダウン、足を取る。さあ、 あえてロープの方を自分のせいにしましたね。これ逃げられないためですね。いやここはそのまま足を取る。いいポジションですよ、これ。絞り上げてる、絞り上げてる。慌ててボトムロープ、手を伸ばしました。そして場外エスケープです。あの関節技という沼があるんだったら、その沼に片足を突っ込みながらも突きを狙うというのね、プロレスを早田選手できますからね。そうなんですよね。相手のフィールドに本当に片足突っ込みながら自分の試合を構築する。やこれは飛びついての、いやー、指だ、指、指を取っている。1本の指は反則なんですけどもね、反則は5秒まで許されます。さあ今度はリスト、肘、いやー、自ら倒れ込んでダメージを。佐々木ウルカの肩のあたりか、肘のあたりか、手首のあたりか。松木さんもなんか佐々木ウルカが吸い込まれてましたよね。ちょっと面白い、本当にすごい展開が。何これ、将棋とかチェスの世界に入ってますよね。本当に行って行って局面が変わります。しかし気づいてみると早田のものか。まあ、でも両腕をクラッチしてるから、ウルカ選手といえどもね、次の展開持っていけなかったですからね。さあここで仕留めるか、塩見インパクト。完璧ですね。終わらせるのか。いやもうこれはドンピシャでしょう。ポジショニングもバッチリだ。さあカバーの体勢、ギリギリ、いやー取れる、アームロック。いやこれ危ないですね。いやこれは完全に、わー一回、いやー今度はポジションに追加させてウルカの方だ。さあ届くかボトルロン、いやー届かない。いやー締め上げていく、締め上げていく。バッチャーマンスープレックスは投げっぱなし。このプロレスセンスですよ。いやー